木曜午後時にたくさんのメッセージありがとうございました。今日はボーリングの日ということで、いきなり水江さんが歌を教えてくれました。リツコさん、はい、リツコさん、爽やかリツコさん、覚えちゃいましたよねえ。覚えられるでしょ、コマーシャルソング。そうなんです、シャンプーの、シャンプーのシャンプーのコマーシャルソング。そうやってもう懐かしいという声もたくさんいただきました、いただきました ね、 ねえ。ボーリング水江さん久しくやっていないんでしょ。30年以上やってない。30年。子供がちっちゃい時は子供会でボーリング場、うん、ありましたね。あのホープタウンの横にボーリング場があったんですよ、前はね。前は夜中の話になっちゃいますけどね。そこでちっちゃい子のためにはあのガータなしにして。あ、その時代からありました。ありました、レーンのね、うん、あのそう柵ができて ね、そうそうそう、なしにして、うん、楽しんだりして。あれいいですよ、だって子供たちガータになっちゃったらなかなか点数加わらないから寂しんぼになっちゃうでしょ、はい、あのね柵があると一回当たって戻っていって真ん中に当たってダダダダダダッとね、雪崩のように全部倒れるっていう、そんな、ね、マジックがあるんですよ。私なんかあの美しきチャレンジャーを見ていたって言いましたけど、あ、ドラマの、ドラマの美しきチャレンジャーで、うんうん、レーンがあったら、はい、ちょっと先に黒い印がついてるんですよ、うん、あのちょっと逆三角みたいな感じで、三角形だな、うん、な感じでね、うん、でその真ん中にある一番あのてっぺんの黒い印をめがけてボールを投げると、はい、ヘッドピンに行くっていう。今所作だけだとリツコさんも彷彿とさせる。なのに、なのに溝掃除、溝掃除担当、担当なんですよね。まあ、いろんな記憶が蘇ったわけですけど、はい、今日はボーリングの日ですから、はい、ラジオを聴きのあなたも、それから YouTube ご覧のあなたも、はい、よかったらやってみませんか。あんがった。いや溝掃除せんのにならないようご注意ください。そうですよ。続きはまた来週。はい。